しました。ありがとうございます。一番奥の席だ。はい。はい、皆さん、こんにちは。レナです。ドイツから帰ってきて、タカが一番食べたいものは何でしょう？もちろん、焼肉でーす。まあ、私たちの一番好きなお店、ホンビーに来てます。ここの焼肉はめっちゃ美味しい。タカが一番楽しみにしてたお肉は何？これだね。あーね。噂のネギタン塩。それもネーミングがうまいですね、このお店、うん、ちなみにレナさん、焼肉で一番好きな部位は何ですか？カルビ、ロース、ハラミ、タン、ホルモン、いろいろあるけど。定期的なやつが好きだよ。あ、ヒレ？うん、ヒレとか。その肉の味の変化を楽しめるもの、うん、だお肉だけじゃなくて、お肉とサイドみたいな感じ、うん、そういうのが好き。でも焼肉は肉ばかりじゃなくて、ここはなんかサラダとかキュウリとかいろいろあるでしょ。ユッケとかもあるしね。ああそう、もうドイツでずっとここに来ることを待ち望んで夢にも出てきましたから。うそ。ドイツでは絶対食べれない焼肉、楽しみです。早く注文しましょうね。じゃあ皆さん、では乾杯。乾杯。美味しい。うまい。日本のビール最高。いや、ドイツのビールの方が美味しいでしょ。正直に言ってください。日本のビール最高。飲む。ビールと言ったら生ですからね。チョレギサラダが来たよ。すごいシャキシャキしてるし美味しい。一つ目のお肉が来ましたよ。これだよ。こんな感じでタンの中にめっちゃネギが入ってるよ。これが僕たち一番イチオシの噂のネギタン塩。そう、噂にもなるよ。ネギタンを半分にパコッと開けて、パコッと開けて、トン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 。これマジで美味しいからね。あ、見て見て、めっちゃ、あ、見て、綺麗だよ。うわ、いい音。この焼肉好きな人、この音がいいよね。このそう、うまそう。そう、皆さんがお腹減ってくると思うけど、ごめんなさい、ね、ビールを用意して一緒に食べましょう。タカがこれ抑約していいけど、私はもうこれでいいよ。レナちゃん、ちょでかい方取りましたね。でかい方取っていきました。もちろん。で、これをここに2つのタレがあるんだけど、1個が焼肉タレで、ネギとかごまが入ってて、うん、もう1つはもうただのレモン。一口でいく？No。 これ一口でいったら幸せが口いっぱいに広がるやつよ。でもそれは口の大きさがちょっと足りないし、熱いし、もったいないし。これちなみに、うん、幸せ、うん、これは本当に最高に美味しいよ。これ中にネギたっぷり。そう、ネギがあるからすごくジューシーだよ。でシャキシャキの食感があるから、もうこれほど美味しいのがないよ。本当にこのタンが世界一のタンかもしれないよ。ちなみにまだ僕は焼いてます。よく焼きで、そうそう、こうやってね、カリカリになるまで焼くのが美味しいのよ。もう海外に住めない。そう、日本から出れません。これはこんなうまい焼肉がこれはドイツでは食べれない。うん、タンがなかなか食べられないし、涙が出るほどマジで涙が出るほどうまい。タカのビール、おいおい、スローダウンして、これ仕事だよ。めっちゃ酔っ払ったら、まだタン塩1枚しか食べてないけど、生でなくなりました。やばい。これは肉飯だよ。
で肉飯は肉と飯で食べるのが一般的だと思いますよ。こんな感じで、うわあ。こんなん。落ちた。まあ、本当にほぼ生。このお肉がちょっとだけ炙ってて、そのクリーミーの卵で食べるとすごく美味しいんですよ。さかにあげないかも。甘辛のタレがね、これ抜群なんだよ。これこのお店で1番、2番を争うぐらい美味しいって言ってもいいぐらい。いや、全部そんな美味しいから、うん、ランキングつけれないよ。タカちゃん、これが来たので、これね、炙り天肉。これお店の人が焼いてくれるんだけど、もう何十回と来てるから自分で焼きます。これもすごい美味しい。ポン酢で一緒に食べるっていうね。食べる？もう食べやすい。焼きましょうか。社長のために部下が焼きますか。そうだね。これ本当にさらっと焼いて終わる。おい、本当に大丈夫なのそれ。うん、大丈夫だよ。まだ真っ赤かったよ。いや、違う、これ巻いてる間にどんどん焼けていくから。これ真っ赤かなんですけど。違うよ、見て。大丈夫かな。うん、はい、どうぞ。こんな感じで。このジューシーの酸っぱさがいい。すごい美味しい、ね、ポン酢の酸っぱさが美味しいよね。焼き加減はどうでしたか。完璧でした。高様ありがとう、はい、高様、神様仏様高様ね、はい、すごい美味しい。あのストップストップストップ、ビールビールのあれやめてください。何個です。どれぐらい焼けばいいか分かんない。もう十分焼いてる。うん、焼けてる。味付けは塩です。あのね、味がいいけど食感がなんでそんなに噛まなきゃいけないのって感じ。ドイツにないんだっけ、軟骨とかホルモンとか。ステーキしかない。だからロースとかヒレとかしかないのか。もうできたんじゃない。この椎茸すごく美味しそうでしょ。私椎茸大好きだよ。こういう焼肉でいつも椎茸を注文する。めっちゃ美味しい。ジューシー、ジューシーかつプリプリ。あのソースの味が、タレの味がすごいこうじゅわーっと。社長が追加注文しようとしてます。では上身の来たので上身も焼いていきます。2杯目、濁り梅酒。タカの真似。ミノも焼けてきましたよ。食べますか、はい、どうぞ。これだよ、どこ、こっち。これもドイツにはないお肉だね。ホルモン、軟骨、ミノ、内臓系は全くないから、うん、マジうまい。もっと高いお肉が欲しい。調子乗るなよ。焼けました、軟骨。この軟骨が美味しいんだよ、焼肉といったら。焼肉といったら内臓系だからさ。のわかる。のこれが美味しいよ。のー、うん、
でもコリ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 してる、うん、これがうまい。本当にタカがあのお肉一口を食べてビールをほぼいっぱい飲むって感じですね。そうそう、コスパいいでしょ。食感がやだ。これが美味しいんじゃん。うまい。おい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 、何を。あー、美味しい。じゃあ生鯛。もう皆さん、タカがこれ2杯飲んだから、もう次に来るこれもう1個飲むと、私はもう1人で動画を撮るしかないよ。タカさん、ベロベロになるかもしれない。役に立たないよ、これから。これが来たよ。つぼ漬け、にんにく、ハラミ、つぼ焼き、すごいよ、ハラミ、うわ、にんにく、うわ、おいしそう。にんにくの香りすごいね、本当に。もう鼻の中ではすごいことになってる。大丈夫、大丈夫。にんにくモンスターになっちゃってしまいますよ。でもタカもニンニクモンスターになるから2人でニンニクモンスターのが大丈夫。うん、うわ、あのニンニクの香りがすごいけど、お肉も柔らかいし、すごいなんかジューシーな感じがする。すごいすっごいすごいすごい美味しい。つぼ漬け、にんにく、ハラミだからね。これが一番美味しいかも、うん、お酒が進みますよ、これは、うん、お肉が進みますよ。え、おじさんになった急に。そう、急におじさんになった。あー、いいんだよ、関わりのない人できるかもしれない。おじさんやん。レナ所長が焼いてくれてます。部下のためにレナ所長が焼いてくれてます。タカが最後のお肉食べてる。でも完全オフだったね。まさか撮ってるとは思わなかったよ。すごいびっくりしたね今。いただきます、ラストお肉。うまっ。おいしい。おいしかったね、トンビが。ここ、焼肉トンビって書いてある。焼肉トンビ。焼肉、焼きで。ベロベロ、ベロベロです。焼肉トンビに行ってみてくださいね。もう本当に久しぶりの焼肉、美味しかったよ。まあ、ドイツにはバーベキューがあるけど焼肉はないから、はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。